レー半島東岸シンゴラとヤシの木茂るコタバルの上陸戦に始まったシンガポール攻略戦は、海藻の敵を追って1月8日、早くもマレー半島大半を接見。一路南へ南へと怒涛の進撃を続行。12日未明には南領ボルネオタラカンに、セレベス島メナドに、それぞれ敵前上陸に成功。12日タラカンの敵は我に降伏し、メナドまた我が手中に帰し、ついで午後1時50分クアラランプール占領なりて、マレー成長に第2章期高々と翻える。超えて2月6日、米蘭連合艦隊壊滅の外貨、ジャバ沖に上がった。大本営発表。2月6日午後4時、帝国海軍航空部隊は、前日の南印東軍撃滅戦に引き続き、敵艦隊を察敵中、2月4日、駆逐艦空席を伴う敵艦隊主力を、ラバ海、サンゲアン島南方30海里海上に発見、気を知せずこれに猛攻を加え、戦闘通告にして、敵オランダ巡洋艦ジャバ型一隻を強沈、オランダ巡洋艦デ・ロイテルを大破、間もなく沈没、オランダ巡洋艦ジャバ型一隻並びにアメリカ巡洋艦マーブルヘッド型一隻を周波し、5000トン級敵船一隻を撃沈せり、本海戦により海戦以来西南太平洋に作動しつつありし、敵艦隊中津乱印艦隊主力はここに事実上ほとんど壊滅するに至れり、本海戦において我が方一騎を失えり、中本海戦をジャワ沖海戦と呼称す。終わり。Bye.